昭和59年の、2月5日生まれ、青年出身地が、福島県二本松生まれで、まあ、その後長く育ったのは埼玉の方に移ります。私の名前は高橋翔吾と申します。4、5歳の時ですね、他の、まあ、祖父母に預けられてて、でその後両親のところに行くっていう感じで、で、うん、よく覚えてますよ、小さい時のここは。当時はやっぱり4、5歳ともなると、こう祖父母、ね、育ててもらった祖父母にこう、もうなんていうかな、家族としての感情を湧くじゃないですか。でもその時にもう半ば強制的にその引き離されることになってしまって、ちょっとね、こういう話であれです、あれかもしれない。で、まあ、その時の離れなきゃならない時の光景とか全部思い出せますね。まあ、人並みにその、ね、皆さんもインターネットでこう政治のことつぶやかれることもあると思うんですけども、まあ、それくらいのことは普段もしてたし、ただその一番ですね、古い記憶となると、自分が20歳を過ぎたあたりで、まあ、私が社会人に出るっていう時に、いまだにその氷河期世代の方々のダメージが残っているっていう話を聞いた時が今パッと思い出されますね。一番古い記憶として、その頃から、ニートとかそういう言葉も出てきたし、非正規雇用っていうのもどんどん増えて、そういうネガティブな話が出てきたのが2003、2004年とか、そのあたりからどん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 そういうネガティブな要素が出てきて、その時から僕にとっては氷河期世代の先輩って、もう結構年離れてるけども先輩っていう感覚があったわけで、じゃあその先輩はどれほどの苦しみを味わってるんだろう、でそういうのを考えた時からいろいろ社会問題と政治的な行政的なこう助けといかに助けるにはという、そういうことを考えるようになってきました。ブログを立ち上げたりとか、自分のこうなんだろう、デモに参加しようかとか、まあ、結局のところは参加しなかったけども、そういうのに参加して少しでも関与しようと、少し、ね、世の中を良くするのに、そういうことはし始めましたね。それがですね、そのデモの主催者がちょっと怪しい人だったということでみんなが気づいて、それでこう何もなくなったっていう、それだけのことなんですけど、そうですね、どちらかというとこう、まあ、自分で起業ができないかとか、そういう方向だった、ですね。まあ、やっぱりこう自分の生活もあるから、まあ、みんなと楽しく起業しつつとか、そちらの方に行かなかった。それも古い話だけど、その時も全然見えませんでした。やっぱりみんなですね、あがいてましたね。起業して、何か今養分にならないか、そのニートという言葉が流行ってきた頃に、そういう人たちをみんなこうつけるようなっていう空気って結構あったんですよ。なかなかうまくいかなかったですね。まあ、ある意味そういう、そうですね、活動とかそういうこういうどうにかしたいって思いが、結実したっていう形になるのかもしれないけれども、もう自分の中ではそんなにですね、決意に至ったっていうのは本当に衝撃的なことで、政治の世界に入るとか何か活動するっていうことは実は考えてなかったんです。それが前の都知事の辞任のニュースを見たときに自分の走馬灯が見えて、もう今自分はこれをやるべきなんだっていうことに気づいた。だからこうそれを決意しなかった時の自分は
もっとこう、なんていうか、結構こうのんびりしてるタイプですよ。もう人が変わったっていうふうに言われます。いやもう、もう信じられない。もう全部真っ暗闇の世界で、本当にこれぐらいの距離を少しずつかき分けて進んでる感じでした。そのお金が集まったっていうのも、もう告示日っていうその立候補の手続きをする、2日前に目処が立って、その1日前に手元に集まったっていう状態で、その時までもういろいろ言われたりもするわけですよ。アドバイスも欲しいから公開するし、でもその時にあのお金がないやつは政治をやる資格がないとか、どういうふうに働けとか、でそれで僕もなんていうかな、もう T シャツ売ろうとしたり、もう何でもいいから売るとか、あがいてました。でも心のどこかで必ず集まるっていう、そのもう何だか知らないけれども、そういう確信もあって、その確信とあのダメだダメな場合の狭間にずっといました。もし集まらなかったら、命をもってしてでも現状みんなが陥ってしまってる政権争いがご主体になっているっていう、その現状のおかしさを訴えるっていう、そういうつもりでいました。もう思い出すだけでも大変な思いです。こんな爽やかな空気の中で、あんなこう深刻にね、若者を助けてとかそういうのをお伝えするような、雰囲気でね、すごくねのどかな時間ですけれども、そう、演説を毎日している間にこういろんな人と会って、こういうのどかな時間を過ごせたらどんだけいいかなっていう気持ちでいました。その訴えたり気持ちの中ではですよ、これここで変わらなければもうみんな助からないっていう、すごい深刻な気持ちでいるので、だからそういう、なんだろう、そういう、なんていうか、後に残すっていう、今ねこの録画、そんな気持ちでいるんですけれども、この都知事っていう仕事が本当に変われるならば、いろいろな政権争いでどこそこの政党に、影響しないね、もうどの政治家が都知事が欲しいと言ってもそんなのダメだよ、君、政治家である君も含めてね、誰もが平等の、行政をね、私は守るんだから、だから君は安心して権力争いなどしないで、政治のその議会の場とか、また自分が見てきた苦しみの声を集中して仕事をしなさい、そういうことが言える世の中を望んでるわけですね。でそして今、明日がその選挙の最終日、30日ですけども、それはまだもちろん諦めてないし、まだその道筋を探してます。そういう世の中を実現できたら、どの候補者も、みんな民意を受けて立ち上がったということで、全ての人が、価値を持って意義ある仕事ができるようになるんですよ。そして今回、こう行政をね、都政を取ろうとしたその大政党の人たちも、こういう大きな権力を手放せたっていうことで、実は人たち楽になるんですよ。もう取らなくていいんだって、そういう世の中が来るのを願ってます。